ドールは全て車両形態に変形することができるんだが、ドールの種類によってその形状は様々で、操縦にも癖がある。アーバンは二輪の車両形態に変形します。スピードもドリフト性能も高いので、走り回るのが楽しくなっちゃいます。インフェルノは四輪に変形する。四輪の方が安定していて取り回しが楽だな。個人的にはこれが一押しだ。さらにキャタピラで走るなんてものまであります。さぞかし変わり者が乗ってるんだろうさ。ではちょっと一撃行ってきます。より早く、より遠くまで。ドールがなければ広大な惑星ミラの探索なんて絶対無理。そうかもしれないな。それにお気に入りのドールで広い大地を走り回るのは気持ちいいもんだ。そしてそして、フライトパックの開発に成功すれば自由に空を飛び回ることができるようになります。地上からでは拝めない風景が目の前に広がるぞ。たまには NLA の中も飛んでみましょう。やっほー。飛び回るのもいいが、ちゃんと燃料のチェックも忘れるなよ。燃料がなくなると墜落するんだからな。わかってますってば。ドールはブレイドエリアのショップで手に入る。ドールは何機でも持つことができますから、好きなドールがよりどりみどりと言いたいところですが、値段がとっても高いんですよね。電信を停止する場合は戦線を動く人とみなし攻撃を開始する。10、9、8、7、6。そろそろ時間ね。さあ生き抜くわよ。2、1、攻撃開始。